こんにちは、墓地買取応援団団長です。毎週1ワードずつ時計の基礎知識、基礎用語をお伝えしていくコーナー、第10回目の今日はベルト金属編をお伝えしていきます。前回ベルトレザー編をお送りしていますので、まだご覧になっていない方はそちらから見ていただくとより分かりやすいかと思います。右上か概要欄の URL から辿ってみてください。今回は金属ベルト編ということで、ステンレススチールやゴールドで作られている時計のベルト、またの名をメタルブレスレットについてご紹介していきたいと思います。本日も最後までお楽しみいただければ幸いです。それでは行ってみましょう。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。さて、まずは簡単におさらいから。腕時計はかつて小型飛行機のパイロットが懐中時計に革や布の紐をくくりつけ、それを手首に巻いたことが起源です。こうして始まった時計とベルトの関係ですが、時代とともに革や布以外の素材でも作られるようになり、現在高級時計で使われているベルト素材は大きく5パターンにまで増えています。素材によってそれぞれ特徴が異なることも興味深い点ですね。例えばラバーは耐水性はありますが、耐摩耗性、耐熱性は劣ります。セラミックですと耐水性、耐熱性、耐摩耗性はいいんですが、少し重量がある、そういった感じですね。この中から今回は金属ベルトについて、その特徴、メリット、デメリットなど見ていきたいと思います。先ほど素材別の特徴をまとめた表をお見せしましたが、同じ金属ベルトという括りの中でもステンレスチールやらイエローゴールドやらと複数の種類があり、それぞれに異なる特徴があります。そこまで小分けにしてしまうと話がややこしくなってしまうので、今回は金属素材別の特性には触れず、金属ベルトとして共通する特徴のみご紹介していきますね。共通する特徴はこちらの3つです。長寿命である、デザインの自在性が高い、そして重量が重い。一つずつ詳細説明していきます。まずは長寿命であるということ。前回レザーベルトの場合は1年から3年に一度は交換が必要とお伝えしました。レザーは物理的なダメージに滅法弱い、特に水や汗は最大の弱点とされ、日常のみの使用だとしても時間とともに痛みが生じてしまいます。裏側が剥がれてしまったり、縁がひび割れてしまったり、縫い目がほつれてしまったり、そうなったら交換するしか方法はありません。対して金属ベルトはどうでしょう。ステンレスチールにしてもゴールドにしても強度が高く、熱にも強い、そして水や汗に対しても高い耐性を持っています。直接水にさらしても大きな問題はなし。ステンレスチールの場合は海での使用も可能です。またちょっとやそっとのダメージでは浅い傷程度で済んでしまいますし、大抵の朝では磨きをかけてしまえば新品同様に蘇らせることも可能です。定期的にメンテナンスをすることで40年50年と非常に長い間それ一本で乗り切ることができる。長寿命で交換の手間もコストも発生しないというのは大きなメリットですね。丈夫で長寿命ゆえに金属ベルトは主にスポーツウォッチなどアクティブなシーンでの使用が想定される時計で多く用いられます。代表格はやっぱりダイバーズウォッチでしょうか。潜水作業中の使用を想定しているため、水や衝撃に強い特性が非常に生きるジャンルです。あとはロレックスのデイトジャストやオメガのレイルマスターなど、日常使用向けの時計でありながらもアクティブなシーンもこなせる、ワーカーのための実用時計もそうですね。と言いつつも、金属ベルトが使われる時計のジャンルはアクティブに寄ったものばかりではありません。こちらはオーデマピゲのロイヤルオークという時計、ジャンルでいうとラグジュアリースポーツウォッチ、またはスポーティーウォッチという括りに属します。この時計、防水性能は 50m、 一般的なスポーツウォッチの防水性能は 100m、 ダイバーズウォッチであれば 200m 以上です。 50m というのは日常生活防水の範囲内、つまりスポーツシーンでの使用は想定されていないということになります。なのになぜ金属ベルトなのか。それはデザインの自在性が高いという2つ目の特徴が生きるためです。金属ベルトはレザーやラバーの素材のベルトとは異なり、コマと呼ばれる小さな金属パーツが連結する構造になっています。コマは金属の塊から切削したり鋳造したりして作られるため、デザインの自由度が高い、
どんな形にするのか、どのくらいのサイズのものを何個連結させるのか、さらにはどんな表面仕上げをするのかなど、無限の組み合わせからそのモデル専用のものを作ることができます。自由度が高く、ブランドのオリジナリティやアイデンティティを強烈に表現できるというのは、作り手側が金属ベルトを選ぶ大きな理由の一つになっているのではないでしょうか。また使う側にとっても、どのブランドの時計か、どのモデルかなど、一目でそれとわかるデザインは所有欲を満たしてくれるポイントですよね。オーデマフィゲロイヤルオークの金属ベルトはまさにそれです。ヘアライン仕上げが施された表面と、丁寧に面取りされたエッジ部分、フラットで薄い形状ながら立体感のあるデザイン、動きに合わせてキラキラと輝くラグジュアリーなベルトです。ブランドまたはモデルを象徴するデザインとして、金属ベルトの形状に固有の名称が付けられているケースもあります。一部ご紹介しておきますね。固有名詞が名付けられたものについて語ると、時計通な感じを演出できますので、ぜひ使ってみてください。まずはロレックスのスポーツウォッチに使われる3連コマタイプのベルト、オイスターブレス。カチッとソリッドな印象ですが、しなやかさと丈夫さが両立されている優れものです。続いても同じくロレックスから、ノンスポーツモデルと一部のスポーツモデルに使われる5連コマタイプのジュビリーブレス。オイスターブレスよりもコマが小さく、キラキラと輝くラグジュアリーな雰囲気、しなやかに動くため、コマ一つ一つが手首に貼り付くような付け心地が特徴です。続いてブライトリングのナビタイマーブレス。独特な斜めカットのコマが特徴。このデザインは付け心地だけでなく、携帯性にも役立っています。外した際、ここまで小さく折りたためてしまう、ポケットに入れて持ち運ぶ際も邪魔になりません。またデザインの自在性という意味で、こんな表現ができてしまうのも金属ベルトならでは。こちらはパテックフィリップのノーチラスクロノグラフという時計。ベルトには2種類のコマが使われており、大きいコマがステンレスチール製、小さいコマはローズゴールド製です。コマ単位で素材や表面の仕上げ方を変えることができるんですね。これは他のベルト素材ではできないユニークなポイントだと思います。さて最後は特徴3つ目、重量について。金属ベルトはレザーやラバーなど他の素材に比べて重量が重いことが特徴です。特に重いのはプラチナとゴールドですが、高級ステンレスチールの無垢材を使用したベルトもなかなかの重量感です。ケースが大きいダイバーズウォッチともなると、総重量で 200g を超えるものも。重い時計は長時間つけていると疲労感を感じてしまいます。その重さが好きという方もいらっしゃると思いますが、反対に重さが気になって選ぶのを躊躇してしまうという方も同じくらいいるのではないでしょうか。そこで金属ベルトの時計を選ぶ時のコツをお教えしておきます。そのコツとは、重心とフィット感が最適なものを見つけるということです。時計の重さが気になるというのは、実は総量としての重さよりも重心がつかめてないことによる不安定さに原因があります。例えばケースが大きくて重い時計に、薄い金属でできた軽量かつフィット感の良くないベルトがついていたらどうでしょうか。時計の頭の方に重心が偏ってしまうので、手を動かすたびに時計が回ってしまい、落ち着いてくれない。そうなると非常に気になってしまいますよね。金属ベルトの時計を選ぶ際は、ケースとベルトの重さのバランスが取れているか、そしてベルトのコマ形状が自分の手首にしっかりフィットしてくれるか、この2点をチェックするようにしましょう。高級ブランドの現行モデルの場合、大抵はこの2点ともしっかり配慮されており、ケースとベルトの重量バランス、フィット感ともに良好になるように測られています。それでも人によって感じ方は異なりますし、サイズ調整も大事なポイントです。時計店で実機を試着して確かめてから購入を決めることをお勧めします。以上、本日は時計のベルト、金属ベルト編についてお届けいたしました。最後の最後に、こんな合わせ技もご紹介。シャネルのプルミエールという時計、金属製のチェーンベルトに革紐を編み込んだデザイン。デザインの自在性が高い金属と適度な張り感がある革が、見た目の美しさと抜群の付け心地を作り出しています。両者の良いところが生かされたベルトですね。これはおしゃれすぎる。それでは本日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。
今回の動画いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。毎日更新を目指して頑張っていますので、次回も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。それからツイッターもやってますので、ツイッターのフォローもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。